すごいな。まさかの鹿じゃないよ。カモシカ。すごいね。イノシシかと思ったらカモシカだったね。うん。こんな道路のビュンビュンの20号線だぞ。ね、すごいとこにいるね。どっから来たの？ね、そもそも。こんなところだよ、だって。すごいね。咲いてる、ね、いっぱい見に来てるんじゃない？ちょうどいいくらいじゃない？本当にそうだね、まだ葉っぱ出てないしね。うん、綺麗だね。すごいな。ああ、サイクリングも良さそうですね。うん、確かに今日はあれだよ、キックボード。キックボード持ってきた。うん、いいんじゃない？キックボードでよりゆっくり回れるかなと思って、自転車より止まったりするのがね。うん、そうだね。結構手軽だもん、ね、そうそう、いろんなところに持ってけて、うん、それもいいかも。ここが綺麗って出てたから来てみたんだけど、うん、わーすごいね。すごいな。止めて俺も見たいな。ねえ、みんな入ってるな。すげえ、あとで下止めて歩いていけるか。うん、すごいな、満開だね。ねえ、すごい風強かったのに。まだあるね。ねえ、大雨だったし、ずっと、うん、2日ぐらい。なんか水仙が咲いてるって聞いたんだけどな。なんか全然咲いてないな。あそこだね、多分。なんかいっぱいあるよ。ねえ、黄色いのタンポポみたいなの。あそこに行けるんじゃない？ねえ、あ、なに、ここは夜もやるっぽいじゃん。提灯があって。本当だ。ねえ。綺麗だな。あ、すごい、すごいじゃん、ここ。すごいね。あ、車いっぱい止まってるじゃん。いっぱい降りれてるじゃん。降りよう、俺も。行こう行こう。うわ、すごいね。うわ、綺麗綺麗。うわ、すごい。人がいっぱいいる、気をつけて。本当だ。わ、綺麗だ。よし、見に行ってみよう。ねえ、すごいね。うん。わー、すごかった。すごかったね。あ、富士山見えてる。そうそう、すごいね。すごい。さっき行ったところが反対側に見えてる。いや、綺麗だったな。綺麗だね。すごかったね。お、奥には北アルプスも見えてるじゃん。ね、よし、すごいすごい。
すごいね。うちは高島城行くのにさ、うん、血が混みそうだからそこ止めれそうじゃない、ここ、うん、ここ止めて、止めてちょっとフラフラしようかな、うん、行ってみようか、うん、この周りも気持ちよさそうだ、うん、足湯もあるしな、かわいいね、走る人とかもここにいるんだね、ここに止めてみんな走り行くのかな、 ね一周かな、なんか綺麗に整備されてたじゃん今、そうだね、あっちはいけないの、あっちはいけないんじゃない、あら、あ、ジェットしてるじゃん、え、ジェットいいんだ、ジェットしてるよ、へぇ、スワコですごいね、これはさ、自転車のとこ走っていいのかな、どっちと思う、どっちだろう、歩行者と自転車どっちだろう、あ、桜がもうちょっと散ってるね、ここは雨風すごかったからか、週末、うお、ここからもボート出せんだ、しだれ、あ、チューリップも咲いてるし、あ、すごい、ここ水仙も咲いてるし、出てるよ。三の丸湯跡、お湯だ多分。あ、お湯？温泉だ多分。温泉？多分ね。あ、本当だ、湯気出てる。すげえ。あ、湯の花がだっていっぱいついてるもん。あ、つ。温泉？温泉。すごいじゃん。あ、匂いもあるちょっと。あ、本当だ。湯っぽい。本当だ。本当？うん、綺麗だね、すごい、ちょっと散っちゃってるけど綺麗、うん、すごかったから、しょうがないね、行ってみようかな、か、綺麗だね。ねえ、綺麗だね、桜とお城が。行ってみる？行ってみようか。天守閣登れんのかな？お金払えば入れるんじゃない？入れるのかな？多分。さっき上に人いたよ。あ、本当？うん。
へえ。大人310円に入れるらしい。いやー、きれいきれい、とってもきれい。ねえ、この上がすごいよ。ねえ、桜がすごいきれい。今日はポカポカだし、風もあんまりないし、今のところここはいいよね。よし、行くか。いいじゃん。ここからも綺麗だな。ねえ。もうそろそろ諏訪湖に戻ってきた。トゥクトゥク行くぜ。いいじゃん。はい。ここら辺も綺麗だね。これ足湯のところじゃん。そうだね。あ、超いいね、これじゃん。足湯見ながらは無理か。振り返ればあるね。うん、混んでるね。でも足湯も混んでるね。すげえ混んでるな。いっぱいいる。お、寒いからね、今日ちょっと風が、うん、気持ちいいと思う。ここすごいじゃん。水仙と桜と諏訪湖が見れるんじゃないの、うん、ねえ。おお、すごいな。いいな。水仙はちょっと少ないね、ここは。うん。でも気持ちよさそう、歩きながら。ねえ。あ、ここめちゃくちゃいいじゃん。お、公園で。みんななんかテント出したりして。テント張っちゃってるもんな、みんな。あ、バーベキューしてるじゃん。え、何ここバーベキューしていいんだ。すごい。すごいじゃん。よく知ってんな。ねえ、すごいね。え、すごいね。あそこバーベキューしていいんだって。お花見バーベキュー。めちゃくちゃいいじゃん。今からね、花心っていうところにちょっと食事をしに行こうと思うんだけど、うん、もう閉店1時間前だから、うん、ダメかもしれない。まあ、行くだけ行ってみようか。お腹減っちゃったからな。そうだね。なんか人気なんでしょ。もう口コミによると人気とかなんか行ったことはないよ。これダメだったらどうしようかな。食いっぱくれるな。本当だね。でもね、曲がってすぐなんだけど。あ、そうなの。曲がってもうここら辺なんだけど。どっち側？左側。これ？これだね。あ、ここ止めれそうじゃん。いいのかな、うん、多分。花心行ってみましょう。おーい。メニューはどんな感じ？メニューはね、ランチプレート。うん。野菜のおかずいろいろ、ご飯、スープ。これはすごいね。化学調味料使わず、すごいね、うん、動物性食品も使わず、すごいね。ベジタリアンか、うん、ビーガンか、すごい。でも、ね、こんな本日のデザート、こんなもあるんだ。へえ。お飲み物、コーヒーとか、ノンカフェインコーヒーもあるし、ハーブティーもあるよ。甘酒だって美味しそうだな。ノンアルコールビールもあるじゃん。美味しそう。いただきます。うん、優しいお味。美味しいね。美味しい。大根とかね、人参、えのきも入ってるし、えのきもいっぱい入ってて、すごい美味しいよ。うん、すごいね。ね、すごい綺麗。
シナガキだって。へえ、人参のフライとか。計画したね。さつまいもとか。甘酒のドレッシングしたから。味ついてる、美味しいなこれ。お醤油かな、いろいろあっても迷っちゃう ね。これも美味しそうだし、それはケークサレ、なんだろうね。さつまいも入ってるよ。さつまいもと小松菜の白ごまあえだ。うんだよね、多分さつまいもも入ってるから。あ、ほんとだ。すごいさっぱり、うん、美味しい。なんか美味しそうなお漬物もついてたりさ、すごい健康的じゃない、ね、ベジタリアン。このさ、サラダは誰、甘酒ドレッシング。甘酒ドレッシングなんて初めてだけど、うん、美味しい。ほのかに甘くてね、ちょっと酸っぱい感じ。うん、この車麩このカツ、すごい美味しい。美味しいよね。うん、いくよ。あ、めちゃくちゃ美味しかった。美味しかったね、すごい美味しかった。超健康的料理を食べた感じ。うんうんうん、ほんと。いいよ、もう甘いっす。よし、これぞいじゃん、これぞい。違った。そうそう、富士アイス。富士アイス何にしようかな。ソフトクリームにするか、うん、大判焼きにするか。あ、食べる。私はいいかな、うん、それだ。あ、もうあったじゃん、これこれ。どこだ、やってる。やってるね、電気はついてる。駐車場あり。え、どっから入る。帰らないらしい。いくらと思う？いくら？普通盛り170円。安っ。大盛り250円だって。すごいな。安いね。いただきます。あ、うまっ。おいしい？うん、うまっ。おいしい？うん、うんと、ここに入る。なにそれ。手前焼き。おお。100円。うん、安いな。美味しそう。あったかいし、もう焼きたて、ね、よいしょ、いただきます。うん、美味しいね。これは100円。うん、100円。安い。他に何があるんだろう。いろいろありそうだよ。あんこも美味しい。いっぱい入ってんね、うん、大きいもんな。うん、いいね。だってさ、こんなスーパーで買ったら100円じゃ買えないよ。そうか。うん、いや、このソフトクリームの170円、ほんといい。すごいね。なんか安いソフトクリームってさ、美味しくないこと多いじゃん。うん、なんか薄いやつ、うんうんうん、すごいもん。いや、美味しい。うん、ね、結構いっぱい人が来る。もうひっくりなしに来んの、うんうん、すごかったね。続々と来たね。続々と来るよ、本当に。次から次へ、本当に。美味しいもん。美味しくて安い。そうそうそう、すごいよ。すごいね、ここ。すごいね、本当に。車はどこまで入っていいんだろう。そこまでじゃない。あ、でもそこにいるね。車はどっか止めたいね。あ、みんなあっち通ってるじゃん。向こうから来たよ。 あら、本当だ。あ、いつだ、そこから。あ、そういうことか。うわ、すごいよ。すごい。富士山と桜と諏訪湖。すごいじゃん、ここ。ここあの家がなければもうすごいな。あの家があってもすごいじゃん。あの家すごいな。毎日富士山見えるじゃん。すごいね、本当に。こんな大きく見えんだね。本当だね。すごいな。
すごいね。綺麗だね。橋の向こうもずっと繋がってんじゃん、これ。そうなの？すごいよ、多分そうでしょ。すごいね。すごいな。すげえ。すごかったぜ、ここは。すごかったね、穴場でした。穴場なのかな有名か、ここの人には。でも全然出てこなかったよ、こんなところ。あ、本当、うん、でもすごかったね。すごかった。ずっと川沿いに長く、川沿いずっとあって富士山まで見えて、で、まだ満開だったね。満開だったね、うん。